こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちら、タイトルが韓国経済に赤信号。主要企業の上半期業績はボロボロ。下半期はさらに厳しい可能性ということでですね、韓国メディアが報じてまして、一応シンファーの、配信になっています。こちら、記事によるとですね、韓国メディアアジア経済は28日、今年上半期に韓国主要企業の業績はボロボロで、下半期も大きく改善することはないだろう。あらら。で、韓国経済赤信号ということなんですけども、一番の要因としてはですね、やはりウォン高ですよね。で、円安になってますんで、世界経済的にはですね、韓国イコールあまり競争力のない国という、形になってますね。で、サムスン以外にも、ヒュンダイの、あれですよね、性能も悪いっていう、噂も、やはり、世界中に流れてると思いますし、韓国の食品偽装、このキムチも、やはりその、大腸菌が見つかったりとかですね、韓国海苔には、大腸菌ですよね、それから、なんか化学物質が含まれているとかいう報道もありました。ですので、韓国の輸出品ですよね、それ自体に、信用度がなくなってるんじゃないかなと思いますね。で、あと、サムスンなんですけども、画像にもサムスンって書いてますけども、サムスン包囲網というのがありまして、今、サムスンギャラクシー S5 ですね、これは日本で全然売れてないわけなんですけども、あと、サムスンの、ギアとかいうですね、いわゆるなんていうんですかね、腕時計型の、デバイスですね。そういう腕時計型のなんかそのスマートフォンの、なんていうんですかね、腕時計型の商品なんですけども、あれも売れないですよね。今はそのいわゆるこう、なんていうんですかね、メガネ型のデバイスっていうのがですね、結構、主流になってますんで、あれはちょっとダメですよね。ですんで、韓国のサムスンは失敗したんでしょうね。はい。そして、あと、韓国のサムスンなんですけども、今、サムスンギャラクシー S5 には、Android のですね、OS が使われてますよね。これが、今度のものには、なんか、タイゼンですかね。韓国の、サムスンと、日本のドコモだったかな。それがなんか協力して作った OS のようなんですけども、それも、どうやらちょっと、Google さんの、ご機嫌を損ねたようで、Google さんも、その、サムスン包囲網というのを引いているようですね。あと、アップルも、シャープの方にですね、部品供給ですよね。TFT 液晶だと思うんですけども、その液晶部品とかをその、サムスンに供給しないようにっていうことで、結構、サムスン包囲網ができているようです。ですので、サムスンがダメなれであればですね、下請けの業者さんとかもいると思いますんで、韓国経済自体が全て悪くなっていくわけなんですよね。もう手の打ちようないかもしれませんよね。で、ピョンチャンオリンピック、2018年だったと思いますけども、あるんですけども、それでもお金が集まらない。それは何もかもがもう韓国経済悪い状態になってますから、もうダメですよね。下半期もさらに厳しい可能性っていうのがありますけども、やはりその、何でもその、悪い方へ行ってますんで、もうダメでしょうね、韓国経済。2015年、本当中国の属国になって、ダメな状態になっていく。それぐらいのシナリオさえしかですね、浮かばないですよね。韓国に何の希望があるんだっていうことですよね。本当に日本の会社さんで、韓国とビジネスをされている方ですね、早く撤退をされることをお勧めしますよね。今、韓国コスメなんかも流行りませんし、韓国食品、韓国製品自体がもうすべて、日本人にとってはマイナス評価ですから、
もうダメでしょうね。まあ日本から、輸出する、ものは別に韓国でいいですけどね。朝鮮人が、日本の製品を買うんであればもう別にいいわけですよね。どんどん、ウォン高の恩恵として輸入品は安くなっていると思いますんで、まあ日本なんかね、日本のアマゾンからですね、朝鮮人がなんか買ってるようですね。ウォン高円安だから、まあ、結構嬉しいにだとか言ってこう日本の商品を買ってるらしいんですけども、まあそれはどんどん日本から買っていただければと思います。まあ、金があるうちに、日本からお買い物をして、まあ、どんどん滅びていくんでしょうね。はい。まあ、韓国経済は、もうダメですね。もう終わってしまったという形になってますので、まあこれからもまあどんどん、韓国経済崩壊のニュースを伝えていきたいと思います。本日は以上です。どうもありがとうございました。